レッドフォレスト、城塞の神殿にて、デスリンガーでやっていきまーす。はい、50%オフになってた安物スキンの、デスリンガーでございますが、昨日の動画がブライトだったんですけど、今日はデスリンガー。このキラーの上手い人に当たったら、割とどうしようもないシリーズ、かつ最近ちょっと増えてきてないシリーズなんですけど、デスリンガー。まず、こっちでいいか。はい。まずはちょっと、普通にやっていきますね。ちょっとね。今当たった。いや、ちょっと今、弾抜けしましたね。いや、ちょっと最近ね、こういうのがあるからね。ちょっとバグ直してほしいなって思うんですよね。さあ、次はちゃんと当てていこう。いや、当たってくれることを願いながらね。OK。なんかあるけど、なんか俺。あれ撃てるかな？ちょっと待って、リロードニングして。あ、ちょっと無理かな。ちょっと無理やな。早打ちできれば、今の反応してフスって撃てれば、いけたんかな。まあまあ。いいでしょう。そうやな。命中チャンスやったかもしれない。ウルアドの15メートル以上離れた、生存者を撃つとワンパンになるっていうロマンアドオンをつけてきます。この森の射程が20メートルぐらいらしいんですよね。なんで 相当猶予範囲は少ない。ただデスリンが上手い人はむしろこの命中を1試合に何発当てられるかぐらいの、それぐらいの感じらしいので、1発ぐらいは僕も当てていきたいなという次第でございます。で、遠くから森当てたらさ、ちょいとお待ちを。おま。あれ？レッドハードかな、今。よっしゃ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 。OK。んで、はい。ていくと。そう、なんかね、命中が決まるぐらい遠くで撃ってしまうと、そもそも鎖が切れちゃうような気がしてて。それは問題もあるので、鎖が切れにくくなるフェリーレアつけてきてて。まあ、ちょっと非常に高価なアドオンをつけてきているので。強っ。OK！ なんか下から声聞こえたからね。これはやらせてもらおう。で、さあ、今のやな、そう、デスリンガーにサージが合うのとして、なんやろ、発電機の方に自分、森で引っ張ってきて、サージ決められるっていうのと、今の場面はね、森ぶっ刺した後、サージのクールタイムが終わるまで、ちょっと森でキリ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 ってやっといて、で、サージ決めるべきやったわ。そう、そういうことができるみたいなんですよね。なんで、結構デスリンガーにサージはいいんじゃないかという話らしいので、実践したかったんですけど忘れてました。はい。デビキン デッドハードでしょ、あなたは。ハードな大胸筋つけてるし、これはもうデッドハード。あのスキンね、ハードな大胸筋っていうスキンなんですよ。 OK。 作ったの。これは行こうか。ほい。OK。 ああ、いや、まあ、これ狙わせてもらおうかな。まあ、行かせてもらいます。ゲイ。お、ナスコナスコ。でね、まあ、デススリンガー、観察虐待で心を小さくしなくても、なんか接近気づきにくいじゃないですか。専用 BGM がなんか、ぬぬ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 ぬみたいなさ。なんかそんな感じの BGM なんで、なんも伝わらへんけど。めっちゃ直してるわ。あれ倒したいな。なので、結構ナースコールが刺さると。ていうかさ、そう、ちょっと昨日生放送でも言っててんけど、あ、刺さったかと思った、今の。やだー。やだー。やだー。 OK。 んで、ほんで、
ょっと無理せんとこ。あ、今デッドハード入ったんじゃない？オッケー、よしよしよし、今のはいいフェイントができたかもしれない。そしてもう一回サージが決まっていく。いいね、サージ。そうギデオンでね、数千前やったんやけど、2000前ぐらいかな、あのサージ死ぬほど決まった。サージ室内のサージ、特に2階建てのサージ、小学校とかギデオンのサージ最高やなと感じたんですが、その時は名手が決まらなかったので、動画必ずなんですけど、今回はこの名手アドオンを決めていくことがね、一番の寛容なところなので、いけるな、これ名手ウメッシュ。当たってないってことないと、今の嘘でしょ、嘘つくのやめてほしい。いや今のもはなんかわからん、俺のエイムが悪いのか距離が届いてないのかわかんないよ、どっちもどっちもか、どっちもなのかな。すっ、離れてる、はい、よっしゃこの距離はさすがに当たる。お、悪くだ。だってこういうところにさ、ちょっとこっそり近づいて、はい、どう、あ、名手出てた、あ、出るんや、なるほど、来たわ、やっと来たわ、バーン、やったなるほどね、この距離感か、いや全然分からんけどさっきのは外れてたんかな、うん、分かんねえ、もう、いやーでもやっと決まった。なんかもっとなんか躍動感のある当て方っていうの分かんないけど、まあとりあえずなんか決めれてもう嬉しいわ俺全然決まらんかったからね、やっぱね、これを一射に何発も当てるってちょっとほんまマニアックなデススリンガーオタクの領域やよな、そのチャレンジは。どっかおるかな、作ったの向こう2人で、こっちも1人残ってるかなーって思うんやけど、まあそこ直されきれそうや、直しきられそうやから、まあ行きましょう。やってろ。はい。はい。まあ一台だけでもつけようの構え。オッケー。ナースコール。神神神神。いやいいな。バン。無理か。今のはどっか当たったな。で？え？あ、超えたん？え？いつの間に？全然見えへんかったよ。オッケーよし、んで起こしに来るか、あ、起こしてるわ。うん、まあ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 、とりあえず一回つって、のここで仕留めたいけどな。デビキンからバンと打って、どこだ、うん、いない、いた、せい、セイからの、セイからの、で、ハセイ、あー、くそ即打ち当たるかなと思ったけど、ちゃんと受けられたわ。おっと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 。これはもう、通常殴りでいけるな。この人、出派じゃなさそうなよね。ハードなデビキン。持つと、来た、まんまと来た、そうなのよ。担いだってなったら救いに来るよね。オッケー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 。そしてここでかっこよく銃で、はい、銃で決めていく。これがデススリンガーよね。よし4台残し、まあ、4台5台残り1台もね、相当強引につけられたから、もうほぼ5台残し。いや、まあ4台残し。十分でしょう。今回はいい感じに。まあ1人目速攻やれたのが良かったな。地下からのね。もう後がり仕掛けてたよ。よっしゃ。ちょっとお伏せがいないというね。非常に、
ケアに優しい、構成となっておりますので、この人一回担いじゃったから、この人をあんまり遠くに持っていきたくないので、近くで、でデイビッド・キングマンを、まあ、多少遠くでも担げるでしょうという感じでございました。いやー、ちょっとね、名手決めれて嬉しいわ。なんか割と地味な決め方やったけど、ガラクタのとこ行ってそろそろ動いているモレルに決めるっていうそれでもね、なかなか決まらんのよこれね。シャ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 、フェイントフェイントフェイントからの、あ、これかっこいいよな。この打った瞬間にさ、カラスがバサッと飛ぶのかっこいいよね。なんか漁師感あってね。うん、バーンって打った時にさ、この鎖がさ、障害物に当たった時のあの燃えチリチリ感もかっこいいよね。なんかいろいろかっこいいな、デスリンガー。ブライトとかデスリンガーとか比較的新しめのキラーが最近増えてきててっていうのは非常にいいことだなと思うので、嬉しいですね。はい、決まったー。はい、決まったー。はい、これは完全に名手。はい。はい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 。ワンパンドーン！あれ？なんだろう。嘘つくのやめてもらっていいですか？オッケー？倒して。はい！撃つよ。神 M 行くよ。はい。はい。はい、神 M！ はい、神 M。GG。